シネとカチプリンス劇場は、かつて、北海道帯広市にあった、映画館。運営は、特定非営利活動法人シネとカチ。1953年に開館した、ニュース劇場プリンスが前身である。日本の映画館数が、最も多かった1960年の帯広市には、ニュース劇場プリンスから解消したプリンス劇場に、加えて、見ます映画劇場。 帯広劇場、スバルザ、日活キネマ館、帯広大英、テアトルギニエ、東映オリオン劇場、帯広日劇、共栄館と、重館の映画館が存在した。2003年には、映画自主上映サークルのシネとカチが、キネマ館からプリンス劇場の運営を引き継いだ。2003年11月22日、十勝館内初となる。 市民劇場であるシネとカチプリンス劇場として再出発した。開館公演はさよなら、黒。なお、開館直前の2003年11月5日には後、スクリーンのシネコンであるシネマ太陽帯広が開館しており、開館早々から苦戦が予想された。シネとカチは市民ボランティアによる 自主的な活動などが評価され、平成17年度北のまちづくり賞奨励賞を受賞した。2011年に、シネとカチは特定非営利活動法人となった。施設の老朽化による問題が難点であり、シネとカチプリンス劇場は2012年9月30日に閉館した。最終日の上映作品は、ディア・ドクターとハルトの旅。映画館の閉館後、 シネと勝ちは、帯広市内を中心に不定期上映会を開催することで活動を続けている。シネと勝ちに関するカテゴリー。ありがとうございます。